はい、皆さんこんにちは、iWorks の田村です。今日はですね、職業準備制って知ってますかということで、職業準備制について、ご紹介したいと思います。まあ、職業準備制ってね、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとどういうことみたいな、聞いたこともない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと詳しく、ご説明できたらなというふうに思っております。で、この図ですね、この図というか、まあ、このピラミッドですね、職業準備制というのは実は職業準備制ピラミッドというふうに呼ばれ方をしたりするようにですね、まあ、ピラミッドの形で指名される、表されることが多いんですが、まあ簡単に言うとですね、職業準備制というのは、その方がですね、職業をするために、まあ、どれだけ準備できているか、まあ、働くだけでなくて働き続けられる準備ができているかどうかというのを示す能力のことを言っています。で、まあ、このこういうピラミッドで表されることが多いんですよということで、一応5段階あります。下からですね、健康管理、日常生活管理、対人技能、基本労働習慣、職業適性と、こういう5段階をそれぞれの能力を示していますよということなんですが、じゃあちょっと詳しくですね、見ていこうと思うんですが、一番下ですね、健康管理というのはどういう能力ですかというと、ご自身ですね、自分自身の障害の知識や障害の理解があると。服薬等の健康管理ですね。まあ、もうそのままですが、まあ、健康、ご自身の健康管理ができているという状態なんですが、まあ、具体的にはですね、先ほど言いました、自分の得意、不得意が理解できているとか、睡眠とか食事とかですね、運動も含めてですかね、そういう、ことがきちんとできているかどうかということが、挙げられております。で、次がですね、日常生活管理ということで、まあ、これも読んで字のごとくなんですが、日常生活を規則正しく管理できてますか、規則正しい生活ができてますかということで、まあ、具体的には栄養バランスの取れた食事ができているかどうかということやったり、まあ、身の回りの整理整頓ですね、そういうことができているか、まあ、適切な TPO に応じた身だしなみ等々ができていますかとか、金銭管理や携帯の時間ですね、携帯使う時間とかの適切に管理できて利用できてますかとか、まあ、働かれてる場合だと、働くこれから目指す場合だと、まあ、毎日休まずに通勤できていますかということを、まあ、能力として見ていきますよとですね。で、次が対人技能ということで、まあ、これも読んで字のごとくかもしれませんが、他者とのコミュニケーションや自分の感情のコントロールができるかどうかというのを測る能力です。で、具体的にはですね、挨拶、返事、謝罪などができるかどうか、相手やその場所ですね、まさに TPO に応じた言葉遣いや会話ができるかどうか、必要な連絡報告、まあ、俗に言うほうれん草と言ったりしますが、そういうほうれん草ができるのかどうなのか、就業時間やったり就業時間で休憩時間等の時間がきっちりと守れているかどうか、指示や助言を素直に受け入れて約束を守れているかどうか、嘘とかごまかしとかね、言い訳せずに正直に仕事ができているかどうか、で、まあ、最後が感情、自分自身の感情ですね、喜怒哀楽、いろんな感情があると思うんですが、その感情のコントロールが適切にできているかどうかを測る能力になります。で、次が基本労働習慣ということで、こちらも一定期間働ける体力を測る能力になっています。で、具体的には職場のルールやマナーですね、を安全を意識して仕事ができているかどうか、仕事に対して意欲や積極性があるかどうか、人と協力して仕事ができているかどうか、指示や自分の役割を理解してそれに従って仕事ができているかどうか、わからないときや困ったときに確認、質問、相談。まあ、先ほどもやりましたが、ほうれん草が適切にできているかどうかもこちらで、測ることもあります。で、その場に指導者や、ね、先輩上司がいなくても、真面目に仕事が取り組めているかどうかというのもこちらで、見ることがあります。で、最後が、職業適性ですね、その仕事に必要な能力、業務遂行能力が
あるかどうかってことなんですが、ここに関してはまあそれぞれね、働かれる職種、業界、仕事内容によって様々求められるものが違ってくるとは思うんですが、基本的にそれ以前のところですね、この職業適性以外のところは、おおむねどの仕事でも共通することが多いと思うんですが、この職業適性に関しては、まあ仕事の内容によって大きく異なることもあるかと思います。まあその中でも、まあ具体的に言うとですね、作業工程ですね、その仕事で必要な作業工程を理解して見通しを立てた、見通しを持った仕事ができるかどうか。で、まあ長時間、まあそのね、場所場所によっていろんな時間の長さは変わると思うんですが、そのね、求められる、職場から求められる時間でも、働ける集中力、体力があるかどうかということですね。で、仕事の場合ですから、体力ね、時間だけではなくて、スピードも求められることもあります。ですので、その求められる必要なスピードで、適切な、正確な仕事ができるかどうかということも測られます。で、最後は効率よく仕事が考えて、自分で言われたことだけではなくて、考えて仕事ができるかどうかというのも測る能力になります。で、これら、職業準備制下からずっと積み上げていきましたが、それが、どこが自分ができて、どこができてないかということによってですね、僕らの場合だと訓練する場所が違いますよというのがこの図になるんですが、生活訓練、今、iWorks ではですね、神戸三宮で生活訓練の事業所を行っておりまして、で、西明石では就労移行を行ってますが、まあ、二つのサービスね、似たようなサービスなんですが、どこが違いますかということで質問されることも多いんですが、この図を用いてご説明することが多いです。で、左側ですね、生活訓練は、この職業準備制ピラミッドのですね、土台の部分を中心に訓練します。健康管理、日常生活管理、対人機能を中心に訓練しますよというお話をします。で、右側の就労移行についてはですね、その上の部分ですね、対人技能、基本労働習慣、適正、職業適正を中心に訓練しますよと。ですので、ご自身が、今、あなたが、ご自身がですね、どの部分が不足してて、どの部分を補いたいかによって、訓練する事業所が変わってきますよというお話をします。ですので、ご自身でどのね、部分が足りないか分かっている方はもうそれでいいと思うんですが、分からない方はですね、まずどんなことでお困りなのか、どんなことを今後していきたいのかを、お話しいただく中で見えてくるものもあるのかなというふうには思っております。まあ、この職業準備制もついてもそうですが、生活訓練、就労移行も全てに共通するところなんですが、僕ら支援員としてはですね、皆さんが働くだけを応援するのではなくて、働き続けるということを応援しております。ですので、働くだけならですね、この職業準備制、働くというか内定もらうとか、短期間働くだけならば、その職業準備制というのは全て、整わなくてもできるかもしれませんが、やはり働き続けるということになると、この職業準備制ができてる、できてないというのは大きく異なってきますので、そのあたりも踏まえて、いろいろとご相談いただくというのが必要かなと思いますので、この動画ですね、見ていただいて少しでも興味を持たれた方はコメント欄でも結構ですし、個別でお問い合わせいただいても構いませんので、ぜひお願いします。はい、今日はですね、簡単に職業準備制ということでご紹介しました。この動画がいいと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。